さあ選手たちがピッチに入ってきました。紺色のユニフォームがホームの鹿児島です。そして白色のユニフォームがアウェーのさぬきです。中に送りますが鹿児島の選手に当たって高くボールが上がって中に入れる。まだある。ここのこのシュートは力は伝わりませんでした。なんとかラインに逃れました鹿児島です。出てくると思います。助走を取ってロングスロー、頭で落としてシュート、防ぎました松山。7番江口のシュートでした。今のシーンです。ロングスローから頭で落として後ろから来た江口。前節も直接フリーキックを決めた江口のシュート、枠を江口が行った、壁に当たる。先ほどコーナーキックは低いボールでしたが今度は高いボールで来た。ゴール決まりました。今直接今ラインに入っていったようにも見えましたが、コーナーキックからこのパンチングが今直接入ったでしょうか。パンチングで防ごうというところでしたが、これがサイドネットの中から揺らしてしまいました。先制点は釜玉アレサヌキ。前線に一気にボールを送って抜け出した。笛は鳴っていません。右足のシュートは枠の外、あくびいています。白波スタジアム、五稜がゴール前、頭で落としてゴール前、ポストの右、コーナーキックです。トネが頭で落としたボール、そして自ら右足を伸ばしてゴールに、枠の中に飛ばしていこうというボール、ボールを運んで後ろからゴール前、このヘディングシュートは枠の外でした。ポストの左、山口から星、そして右サイド五稜、オーバーラップは星、中に少しボールを運んでクロスを入れる。さあどう、これは今オフサイドフラッグが上がっていました。抜け出してスペースが空いていました。そこにボールを運んで中にボールを入れました。藤本が右足で合わせましたが、なんとか今村守りました。ベテランの川西がこのタイミングでピッチに送られました。さあ江口のフリーキック、ゴール前、収めました松山。江口のフリーキック、右足で合わせようという場面、3番の宗近、わずかにバウンドも、山口から竹、ロメロ、フランク、ミドルシュートのだけ、ファインセーブは今村。今度は逆サイド、再び渋野ヘディングシュート。今のシーンです。チブのヘディングシュート、なんとか今村防ぎました。最後は今